何をそんなに困ってるの？あ、もう我慢できない。ねえドラえもん、歩かないでどこにでも行ける機会ってないの？ねえ。ないこともない。それだよ、いただき小判。いただき小判？そう、小判いただきって魚を知ってるかい？うん。頭に小判みたいなものがついてる魚で、大きな魚のお腹にへばりついてあっちこっちついて回る魚なんだ。この小判はそれと同じで、背中につけておけば誰にでもくっつきたいと思えばくっついて、行きたいところへ運んでもらえるんだよ。へえ、つけてみようかな。これでくっつくわけか。そう、誰にでもくっついて。よせよ、僕につくのはよせよ。行かれたらダメだぞ。よせよ、よせた方がいい。それはよせ、よせたらね。あーっ、は、本当だ。そんなもん使うと怠け者になるぞ。今日だけだよ、今日は学校でマラソンやったんでクタクタなんだ。うん、まったく、もう、なん、くん、くん、ちゃうぞ。Thank you。 ここでいいの？トイレに行きたかったんだ。怠け者なんだから、もう。ありがたいな、これさえあれば楽ができるっていうわけだ。今度は誰かにくっついて外に行こうかな。お、うん、こりゃ楽でいいや。あ、ダメダメ、そっち行っちゃダメだよ。僕そっちに行きたくなった。あれ、変ね。しょうがない、他の誰かが通りかかるまで待とう。お、気のせいかしら。よかった。ああ、おい、ドラえもん、ベロベロッペ。あんなとこにいた。小判返せ、この。やだよ、やだったらやだ。ちょっと。エッチ、女の子のお尻を撫で回したりして、やね。知らないから。とにかく俺だ。僕だ。俺だ。僕。俺だ。僕。俺だ。僕。どうしたの？誰が一番かけっこが早いかという話をしてたのです。なんだ、私また喧嘩してんのかと思ったわ。で、誰が早いの？それはもちろん僕さ。じゃあ行くい、走ってみようよ。町を一回りしてここに帰ってくるんだ。よーい、ダンス。それ。よし、わせ、よし、わせ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 、お先に。あ、よし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 。僕が一番かけっこが早いってわけだね。インチキだ。のび太が走ってるのを見なかったぞ。見えないほど速かったんだよ。インチキだ。そうだそうだ。インチキ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 。なんだ？インチキ。おい、俺がインチキだって？インチキ。何がインチキだ？ねえ。どんなもんだ。変だな。確かのび太のやつもいたと思ったのにな。楽ちん、楽ちん。ジャイアン。ジャイアンのオンチ。なんだと？どうしたの？人の悪口を言うときには気をつけろ。今日はこれくらいで勘弁してやる。もう。ああ、もう面白くてやめられないよこれ。
ここなら誰もいなくて静かだからたっぷり練習ができるぞ。よれよっと。わっ、ちょっと苦しい苦しい。ちょっと白樺青空南風拳高く、もうものすごい音痴だ。北国の北国の春、季節がとか愛では、わっ、カスだ。のび太くんどこ行ったのかな。ドラえもん、どうしたの。これ返す。ラッキーガンないの。のび太くんだと雪が降るね。お、あ、雨だ。雨？それ僕んだよ、きっと食べ忘れたんだ。これは見つけたもののもの。仕方ない。じゃあ僕の手品を見破ったらドラえもんのもんだ。手品で見破れなければ僕がもらうよ。うん、はい、ここに飴がありますね。後ろへやってん。はい、ここにあります。今度また後ろ、後ろから前へやってん。それでもっとお庭へ取っとけ。ここにはないよ。変だな、この辺に立ってみて。はい、どうぞ。はい。あら、雨だわ。そんなはずないんだけどな。あ、どこ、どこに雨があるの。雨よ、天気が崩れてきちゃって。大変大変、急に降り出したわね。そうだ、もうそろそろパパも帰ってくる頃だわ。傘持って行かなくて。のび太、駅まで行ってちょうだい。急がなくちゃ、パパ待ってるかな。あ、しずかちゃん、傘がないの。あ、のび太くん、急に雨が降り出して家に帰れないのよ。じゃあ僕の使えばいいよ。はい、どうぞ。でもパパを迎えに行くんでしょ。いいんだ、二人で一本に入るから。じゃあせっかくだからお借りしちゃうわ。どうもありがとう。うん、いつでもいいからね。バイバイ。のび太、のび太、おい、俺にも貸してくれよ。これはダメだよ。なんだなんだ、お、静かに貸して、俺には貸せないっていうのかお前。そういうわけじゃないけど。がじゃあ俺にも貸せよ。そんなダメだよ。あー、ダメだったら、傘なしじゃパパを迎えに行けないよ。はい。あー、パパ、まだ着きませんか。ずいぶん前に家を出たのよ。もう少し待ってみて。のび太くん、まだ駅に着かないの。パパが待ってるのに、どこで道草食ってるのかしら。見てくるよ。気をつけてね。傘は持ってるの。傘なら持ってる。人探し傘。のび太くんは今どこにいるか。矢印の方向に進めばいいんだ。よいしょよいしょよいしょ。こっちだ。よいしょ。はい、いたいた。どうしたの。あ、ドラえもん、思い出すと悔しい。ジャイアンのやつにだ。傘を取られたって、しょうがないな。遅いな、何をしてるんだろう。パパ、遅くなってごめんなさい。あまり遅いから心配したよ。で、僕の傘は。傘ならたくさんあるよ。はい。お、なんだか派手な傘だな。お祝いの時に使う傘。わー、綺麗だ。
こんなの刺して歩けないよ。じゃあ他の。うん？模様が子供っぽいね。まあいいだろう、うちまで行けばいいんだから。あらららららら、オルゴール傘だよ。もうこれじゃ町の見せ物になっちゃう。あのね、飾りのついてないの出してよ。楽しいのにな。これなら飾りなし。うわっと、いや重い、かっこ、腕の力を強くする鉛の傘なんだけど。もっと軽いのないの？そうだ、いいのがあるよ。コウモリ傘。軽いでしょ、歩かなくてもいいんだよ。下ろしてくれ、助けて。あんまり嬉しそうじゃないね。じゃあ下ろそう。どこへ飛んでったのかな、パパ。あ、いた。おーい、ここだ、助けてくれ。コウモリは一人で勝手に飛んでったよ。高いところから降りるときはこの傘を。いや、一時はどうなるかと思ったよ。さあ、今度はどんな傘がいいですか？どうにか雨が止んだからもういいよ。せっかく持ってきたんだから使ってよ。僕たち役立たずみたいじゃないか。刺しますよ。刺せばいいんだろ。ママに傘があって助かったって言ってね。ラッキーガン。どれ？怠けた米。あら、大丈夫？何やってんだ。僕はね、こういう子供っぽい遊びは嫌いなんだ。それじゃ羽つきしない？僕、女の子と遊ぶの一番好き。それじゃ行きましょう。行こう行こう。一つ、二つ、はい、三つ。やったー。負けたら墨を塗るのなしにしようね。ダメ、塗るのよ。さあ、顔出して。お正月になるとどうしてみんなくだらない遊びを始めるんだろうな、もう。おかえりなさい。膝小僧の絆創膏と顔を洗うお湯を用意しといたよ。どうしてわかったの？わかるさ、毎年のことだもの。お正月は疲れるもんだね。たこ揚げや羽根つきのない国へ行きたい。行ってみる？コスモボックス、一種の実験室なんだ。もしもこんなことがあったらどうなるかってことを見せてくれるんだよ。あ、もしもし、たこ揚げと羽根つきのない世界を頼む。これですぐ返事が来るんだよ。よし、これでいいの？なんだか変わりないみたいだけれど。空を見てごらんよ、タコなんか上がってないだろ、ね。ああ、つまんねえな。どうしてお正月向きの子供の遊びがないのかしら。退屈そうだね。どうしてタコとか羽で遊ばないの？タコでどうやって遊ぶんだ。羽で遊べると思う？できるわけないじゃない。本当に知らないの？見たことも聞いたこともないの？ドラえもん、タコと羽子板を出して。え、それじゃこの世界来たことが何にもならないじゃん。タコ揚げも羽根つきも誰もやったことがないんだよ。僕は小さい頃からやってたんだ。いくらなんでも僕が一番うまいに決まってるよ。
タコだよ。これが面白そうだね。俺たちも欲しいな。ドラえもん、皆さんに出してあげなさい。え、それはのび太が発明したんだって。変わった遊びだな。見ろよ、みんな僕を尊敬してる。遊び方は簡単なんだ、よく見てるんだよ。そんな風に引きずって遊ぶの。そうなんだ。誰が一番うまく引きずるか、タコ引きコンクールやろう。これよ、初めてなのに怖いじゃない。楽しそうだけど、でも埃が立つわね。僕ね、あんな単純な遊び、本当は嫌いなの。負け惜しみ言っちゃって。そうそう、ドラえもん、羽と羽子板出して。いいかい、この羽を羽子板で打つの。負けたら墨を塗るんだよ。やってみる？のび太くん、それ何？新しい遊び？私たちにも教えて。モテるな。私にできるかしら。なんだかドキドキするわ。気を引くようにして、僕の言う通りにすればすぐにできるさ。それゆだ。はーい。ほら、おでから。あ、じゃあ今のどっちの勝ち？打ち返しちゃダメなんだよ。素早く避けて羽を地面に落とさなくちゃ。ん？難しいものね。今度は私よ。はい、いいわよ。いくよ、それ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 、あらら、落とそうと思っても地に近しちゃうのよ。とってものび太くんにはかなわないわ。それはまあ、初めからうまくなろうと思っても。空に上がっちゃってどうしようもないんだよ。僕ってダメだな。どうやったらのび太みたいにうまく引きずれるのか教えろよ。知らない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 、そんなこと知るもんか。僕全然知らない。もう知らない知らない、もう笑うな。とても笑うな。